フリードリヒ・アウグスト・フォン・カウルバッハは、ドイツの画家。ミュンヘンに生まれた。父親は後に、ハノーファー王国の宮廷画家に任じられたフリードリヒ・カウルバッハである。弟に、画家のジグモント・カウルバッハ、イボテイに、アントン・カウルバッハがいる。ニュルンベルクの王立美術学校に学び、1871年に、ミュンヘンに戻った。フランツ・フォンデンバッハや、 フランツフォン・シュトクラに次ぐミュンヘンの将来を職望される画家となり、肖像画家として最高の報酬を得た画家の一人となった。ドイツやアメリカの上流階級の人々から依頼を受けて肖像画を描いた。パリに滞在した後、1886年にミュンヘン美術学校の校長となった。ベルリン美術アカデミーの会員も務めた。 娘のヘッターは彫刻家のシュタードラーと結婚し、マチルでは画家のマックス・ベックマンと結婚した。保守的なミュンヘン芸術家組合から脱退したフランツ・フォンデン・バッハによって作られたグループ、アリトリアのメンバーとなった。1893年にバイエルン州オーバーバイエルンのオールシュタットに夏を過ごす別荘を建て、後にカウル・バッハの作品を展示する美術館となった。 ありがとうございます。